でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい。怪獣に
体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや怖えよ、そんな想像してたのかよ。俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。ウソップ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島一体。昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。おい、ブルック。ゾロ、ナミ、ブルック。ナミさーん。ナミ、ブルック。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけてゴール。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。よし、行こう。Thank you.
神たちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したら、そいつを探しに島を探検だ。いや、待てルフィ、おい。いや、待てルフィ、おい。サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲もない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパー。波の匂いは、この洞窟に続いてる。
俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。道がねえ、ルフィ反対側だ。よし、行くぞ。you
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。さあ喧嘩だ。俺が相手になってやるよ。なめんじゃねえ。うわっ、どこにいようが撃ち抜く。スーパーな兵器で一掃してやる。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。なんで急に襲いかかってきやがった。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのか。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。やるか。ゴムゴムのガソリンだ。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待ってウソップ。どうしたチョッパ。敵意はないけど食欲はあるみたいだ。いやー！
行く。うちのクルーに何してくれてんだ！ブルジャンブプルミエールアッシュピッキーヨーピ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 ー待ってろ、必ず助けるからな。来てたのか。よし、じゃあ残りを片付けるぞ。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。待て待て、ルフィ、そっちの道じゃねえ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。こっちで合ってんのか？うん、波の…うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。
まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。もう動じねえ。私の出番かしら。トレインタフルール。俺は負けねえ。ゴムゴムのガソリンだ。抵抗すると痛い目見るわよ。ちょっと痛いわよ。これでおしまいね。さあ先を急ぎましょう。よっしゃ。
俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。悪くないわね、仲間のために強くなるのも。俺が万能薬になるんだ。今週の俺はスーパー。一緒か。あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩してる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。まずいわね、こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ。これは一筋縄ではいかなそうね。
ッシュ！次はないわよ。セカンド、ゴムゴムのジェットピストル。まだまだ。マナーがなってねえの。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカいくわよ。サイクロンケンポ。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。おい、お前、おろしちまうぞ。ボーシャット。ゴムゴムのブレッド。今行くわ。これでどう。まずいわね。こいつ強いわ。待ちなさい。おい、なめんじゃねえ。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。マリモのやつには負けぬ。俺がキャプテンウソップだ。ようやく体が温まってきた。ナミさん、無事でよかった。おう、ご苦労。前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。
聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。